か。何言って。何か言った。何か言ったの。ここも使ってよ。本当に。言って切っちゃうからね。面白いと。じゃあ、じゃあ、じゃあ。さあ、はい。ね、もはい。これ並んでるということは、はい。もうそういうことですね。テンポのいい。はい。フレグチップストーク、第2弾。第2弾。もうハサミ持ってますからね。これこれ。マッチザーマン。いらねえか。さあ行っていいか。行きましょう。こんなテンポでもね。どうでしょう。ちょっと嫌がってます。嫌がってますね。嫌がってますね。誰ですか。誰ですか。嫌がってる選手。1年2軍に落ちてるやつじゃねえ。ああ。なんか今年なんかちょっと変わったね。なんか変わってキャッチャー見る動作も変わったし、なんかひげも蓄えてたじゃない。あれ？マジっすか？でも気が弱いピッチャーなんだけどね。だからそうやってなんかこう変えてみたいじゃない。ちょっとから作っていく、自分も作っていく。でもこれヤマハ出身でね、俺も接点があった選手、頑張ってほしいと思いますね。今年はちゃんと抑えで成立しろ。頑張ってください。分かった。はい。ね、岡田。お、岡田君。投げてるボールは一級品。ちょっと制球になんかあったりとかね、いろいろあるからね。まあ制球次第。はい。ね、背番号はいい17。うん。オッケー。はい。さあいいっすね。さあ、あれ。こういうの引退してるよね。2018年のやつ。コーチっすか。はい。菊池。おお、来ました。いいっすね。ダラダラ菊池。ダラダラ菊池。一人練習をしてた。そうです。テーマは脱力ですから。脱力なんで。今年はやっぱね、守備はもう分かったと。うん。ね、バッティングで見せろ。なるほども。ね。いや、劇的なね。あの、なんていうの、意外性のあるバッターだからさ、あれなんだけど、もうちょっと、やっぱり2番打つんだったら安定してほしいな。もうちょっと。もう率も上げてな。率、はい。そうでしょ。はい。え、まあ、いや、間違いないですよ。間違いない。はい。これ、頑張ってください。ちょっとセ・リーグ多いですね。おー、来ました。ただし、今年はね、ブレイブの年。やっぱね、開花した、大気が。ほんとっすね。なるほど。だから、本当にあの、今年はこの人の持ってる、太田大志の持ってる能力が、爆発する年だというふうに期待してます。いやー楽しみですね。楽しみだよな。めちゃくちゃ楽しみですよ。はい。そして、ノマ。お、ノマ。ノマ大変なんだよ。なんでわかる？外野手いっぱいいるもん。でもね、俺ね、秋山クラスになれるぐらいの感じは持ってるよ。西武のノマって能力高いよ。でもまずは激戦に勝て。そうっすね。センター守れるようになる。西川行っちゃってるからな。広島すか。なんかすごいいいカード。大瀬良。おお。ちょっと待って、大瀬良心配。大瀬良はね、去年の疲れが残ってんじゃないかと思うぐらい体が重い感じがする。本当ですか。うん。ちょっとやっぱりリフレッシュしてないのかなって思うよね。疲れが抜けきってないのかなって。去年結構大車輪の活躍だった。いや、すごかったっすよね。すごかったよね。だから初めてでしょ、あれだけフル回転して長いイニング投げてみたいな。だから今年がちょっと心配だけども、能力的には抜群なもの持ってるから、人の良さとね、人がいいんだもん。必要ですよね。ありましたね、藤浪投手から当てられて、なんかいいよいいよ、大丈夫大丈夫みたいな。大丈夫じゃねえから、死活問題なんで。そっち怒っとけありましたよね。人がいいのもほどがあるね。だから頑張れ。いいところもあります。はい。そして何だこれ。これはカレンダーみたいな。あ、石川春樹盗塁選手ですかね。盗塁200ですかね。なんかちょっとメモリアルカード的な。わかんない。そう、でも前も出ましたよね。前も出ましたけど、春樹はね、こいつ首位打者取らなきゃいけないんだよ。俺言ってんだよ、あのバッティングのスイングのスピードだとか。お前バッそんなもので、まあ来年、再来年ぐらいは取れます。のんびりしてんだよ。親父とさ、一緒に飲んだことがあって、石川春樹と。打たなかったら、あの血圧を前200超えるって言うのはカッカきて。親父殺すな。大変大変大変なの。その親父さんの200じゃないですよ。血圧の血圧のいいね。そこも血圧の200下げろみたいな。上げるな、上げる。はい。そしてアルバス来ました。これいい選手の、いいピッチャー。このね、バッターの間ってこう間があるじゃない。その間の時に差し込んでくるピッチャー。だから勝てるピッチャー。だから期待はしてるんだけど、今年2年目になって日本のバッターがちょっとそれに慣れてきてる可能性があるな。だから
もう一つ、ね、工夫が必要かなっていう、でも勝てるピッチャーだからね、このピッチャーが勝ったらオリックス分かんないわ、本当に。おー、楽しみっすよ、本当に。オリックス、なんか、お、梶谷投手、あ、来ました、もうもう、なんかソフトバンクの中にあって、中継ぎは任せるみたいな、そんなピッチャーだよね。あー、もう安定っすよ、暑いっすか。でも、あそこのピッチャーって1年やったからって下手らないよね。あー、確かに、タフなイメージありますよね。タフだよな、だから、ちゃんとこう鍛えられてるというかさ、なんかそんな感じがするし、その歴代の先輩がそう活躍して、その抜き方、疲れの、だからそういうのも伝統的にもう出来上がってきてきつつあるのかなって。だから今年もそこそこ活躍するんじゃないの、ね、頑張って、はい、はい、おびき、おびき選手、おびきこの前大事なところでね、あのオープン戦エラーしたおびき、それやっちゃいけない、君が、なるほど、君が、いや若い子だったらいいけど、もうこの年になったら、もうそこら辺は身を挺してでも止めて、いや、それが逆転か、なんかサヨナラのきっかけになったら、ああ、そうなんですか、そうそうそう、ソフトバンク戦でサード守ってて、まあ、不慣れなサードっていうこともあるけども、やっぱもう若手の見本にならなきゃいけない、バッティングはね、もう任せててもいいけど、やっぱ、あのヤクルトの中では守備が課題だから、だからそういう意味では大引きはやっちゃダメ、ね、頑張って、はい、そしてで、秋山、おお、なんだこれ、秋山お前バッターなんだ、なんでえ、なんでなんですか、これ超レア、すげえ、なんすかこれ、これはレアだな、めちゃレアじゃないですかこれ、え、びっくりしました、でも秋山バッティングいいんだよ。あのドームでさ、半端なねえからホームラン打ったから、リフトの声でその時のじゃないですか、それ、はい、そう、いや、でも反対方向向いてるわ、あー、そうですね、違う、レフトの方向いてる、このカーソン、いる？